次に水野健一君の質疑を行います。水野君。みんなの党の水野健一です。今国会はですね、いろんな意味で国会同意人事が注目をされてますけれども、今日もですね、衆参両院で41名の国会同意人事の採決が予定をされてますが、ところでですね、すでにもう今日現在任期が終わっているにもかかわらず、切れているにもかかわらず、政府が人選の提示さえしてきてない期間がありますね。これはどこですか。はい、山本一太国務大臣。原子力委員会の担当としてお答えいたします。原子力委員会委員長及び委員の5名についてはすでに任期が切れておりますが、現時点では国会に同意人事案を提示しておりません。はい、水野君。原子力委員会の委員5名全員任期が切れていると思いますけど、任期切れたのいつか分かりますか。はい、菅官房長官。2名が本年の1月5日で、3名が1月5日、そして2名が昨年の12月31日でございます。はい、水野健一君。つまり安倍内閣が発足した直後にこの5名全員の任期が切れたんですよね。ならば今回の41人と一緒にこの後任の人たちの人選を国会に提示するのが普通じゃないかと思いますけど、なんで任期切れなのに国会に提示さえしてこないんでしょうか。はい、山本一太科学技術担当大臣。お答えをいたします。原子論議会については水野にご存じのとおり、昨年12月18日に示された、前政権下ですが、見直しにあたっての基本的考え方を参考としつつ、改めて原子力委員会の在り方についての検討を行うということにいたしました。こうした状況にあって、今後の原子力委員会の在り方が見通せない中、この段階で新たな方に原子力委員就任の内諾をお願いすることが非常に難しいと、こういう特別な事情に鑑み、現在の委員に引き続き在任をいただいているということです。まず原子力委員会の在り方に関する議論を進め、その進捗を踏まえて適切な後任者を探し、できるだけ速やかに両議員の同意を得る手続きを進めたいと考えております。水野君。いや、任期はこれ3年と決まってるんですよね。あり方検討するのは分かるんですけども、あり方検討してるからといって勝手に任期を延ばしてよろしいんでしょうか。山本担当大臣。これは勝手に任期を延ばしてというか、国会同意人事を出さない場合であっても、これは委員の継続規定というのがございますので、それに従って残っていただいているということでございます。水野健一君。じゃあ、あり方を検討しているのは分かりましたけど、じゃあ、いつまでに検討結果がまとまる、もしくはこの結論が出るんですか。山本一太君。先ほど申し上げたとおり、前政権ではこの原子力委員会の見直しという方針を出しました。私たちもその方針を参考にしつつ、やはりこの原子力委員会の見直しは必要だと思っています。ただゼロからきちっと見直したいと考えておりますので、ある程度の時間はかかるというふうに思っております。いずれにせよこの進捗を早めながら、その進捗を見て、後任の人事を決めて国会同意人事できるだけ早く提出したいと思っております。水野健一君。これ原子力委員会の在り方というのは原子力委員会設置法という法律で決まっているんですよね。ですからこれ在り方変えるんだったら法改正が必要なんですけど、これは今国会の法改正も一応視野には入っているのか、それとも今国会は無理なのか、どうなんでしょうか。山本一太科学技術政策担当大臣。この問題は本当に水野委員よくご存知だと思うんですが、私がこの原子力委員会の後任人事を引き継いだのは年末でございまして、1月からずっとこの問題一生懸命取り組んでまいりました。で、前政権での有識者会議で出たこの見直しの方針もですね、実はこれからどうするかというところの具体的なところには踏み込んでおりませんので、ゼロベースからやるということになると、やはり今国会で法案をまとめるというのはなかなか現実的には難しいと考えておりますが、水野委員おっしゃったようにこれはもう法改正を伴うということですから、担当大臣として言えばですね、秋の臨時国会ぐらいまでにはなんとか法案をまとめて出したいというふうに考えております。水野健一君。そうするとどんなに早くても秋になるとなるとですね、これ総理お伺いしますけど、
これ任期は3年なんですよね。その3年がもうすでに切れてるんですよ。で、3年の任期を、確かに職務継続規定というのは法律上あります。ありますが、それは例えば3年1ヶ月とか3年2ヶ月だったのかの話わかりますよ。明らかに4年にもうなりなんとするまでですね、3年の任期の委員を国会の同意も得ないまま、事実上4年間も任期を務めさせるということが総理これふさわしいと思いますか。安倍内閣総理大臣。すでに、任期が切れていて、国会に同意人事案を提示していないものは、原子力委員会委員長及び委員の5名でありますが、政府としてはですね、基本的には任期満了に合わせて国会に提示をし、できる限り空白期間等が生じないように努めておりますが、原子力委員会については現在その、先ほど答弁しましたようにあり方を見直しをしているところでありまして、その間に人事案を提出することは、これはやり方を見直しをしている中において提出することは不適当であろうとこう考えておりまして、今後原子力委員会のあり方について検討を急いでですね、その検討結果を踏まえて適切に対応してまいりたいと思います。水野君。いや、あり方検討するのは結構なんですけど、しかし結局その間任期が切れているにもかかわらず、ずっと今までの人職務継続規定という例外規定でずっと続けてやってもらっている。で、その間国会の同意も何も得ないっていう、それは検討しててもですよ、一方で同意人事の提示を公認をちゃんと選んで、その上で検討すればいいんじゃないですか。違いますか。はい、山本一太担当大臣。水野委員のおっしゃるとおり、国会同意人事がなされていないと、そういう形で、継続規定で、このまま委員の方に残っていただいているというのは、これはおっしゃったとおり、望ましい状況ではないと思います。しかしながら、総理の方からもありましたが、見直し、おそらく改編、廃止も含めたですね、この見直しをこれからやっていこうという段階の中で、委員がおっしゃった3年間の国会同意人事を、これを本当に出すということが適切なのかという議論もありまして、そういうことも全部踏まえて議論した結果ですね、今のような方針になりました。おっしゃった通り、できるだけ早く、この見直しの検討も急ぎたいと思いますが、この見直しの検討、この委員会のあり方の議論というものを進めつつ、それを踏まえてですね、できるだけ早く公認の方を選んでいきたいと、こんなふうに考えております。はい、水野健一君。今、山本大臣から廃止を含めてという話がありましたけど、となると、廃止になると後任者がそもそもいなくなっちゃうって、そういう可能性も廃止、理論上はあり得るわけですか。はい、山本一太君。これは、もう一度申し上げますが、改編、廃止も含めて、改編になる、廃止になるか、これまだ今の段階では、はっきりしてませんけれども、廃止の可能性もございますし、場合によってはですから、全体が変わると、今おっしゃったような指示のこともあり得ると思ってます。水野君。いや、そうすると、原子力委員会設置法6条3項を見るとですね、後任者が任命されるまでは、今の人も引き続き在任するって書いてあるんですよ。原子力委員会設置法6条3項です。そうすると、廃止で後任者がもし選ばれないんだとしたら、職務継続規定を活用するっていうのは、そもそも法律違反になりませんか。はい、山本一太科学技術政策担当大臣。水野委員の今のご指摘は一つの考え方だと思いますけれども、この当該規定は、原子力委員会の機能が欠如する状態を避けるために設けられたということなんで、任期が満了した委員長、または委員が担っていた職務を果たす者がいない、状態を回避するものだということで、仮に今おっしゃった、組織の改編廃止が見込まれる状況であっても、現行の原子力委員会が置かれている限り、委員長等の職務を果たす者がいない場合には、引き続き在住するということは、適用の範囲だというふうに私たちは考えております。はい、水野君。それちょっと強引な解釈だと私は思いますけれども、これですね、これなんでこの問題を取り上げるかの一つの背景の一つとしては、今の原子力委員の中に、東電マネーを平然と受け取って、しかもそれは原発事故後ですよ。原発事故後顧問料という名のもとに東電マネーを平然と1年も受け取ってきた人がいる。これは大臣ご存知ですよね。山本一太大臣。
野党時代に予算委員会で水野委員の議論も期しましたし、環境委員会の議論も期しましたので、存じ上げております。はい、水野君。具体的に名前を挙げていただければと思います。山本一太君。尾本委員だと思います。はい、水野君。では、その尾本委員が今日おいでですのでお伺いしますけれども、尾本さん、事故後も原発事故後1年間あなたは東電から顧問料という名でお金を受け取ってましたね。原子力委員と同時に。内閣府原子力委員会委員尾本明参考人。はい、ご指摘のとおり非常勤の委員、原子力委員である一方、大学にで働き、また昨年の3月まで東電の顧問をしておりました。ただ顧問としての役割は、国際機関に私が勤めていた経験を生かして開発途上国のインフラ支援について適宜相談に乗ることでしたが、事故に際してはその安定化にも協力をしてまいりました。はい、水野君。要は尾本さんは政府の原子力委員と同時に東電からその同時にお金をもらってたんですよ。それであなたは今までの国会での答弁で金はもらった、しかしそれはいくらかは明らかにしない、返金もしない、原子力委員も辞めないということを言ってるんですね。金額とかぐらい明らかにできないんですか。尾本参考人。個人の契約に関わることですので、言及は避けたいと思います。はい、水野君。推定約月100万近くだというふうに想像されるんですけれども、あなたはそれで任期切れてるんですよ、切れてるんですよ、任期切れてるけども引き続き職員とどまるつもりですか。尾本参考人。論点は利益の相反行為があるか否かということだと思いますが、その当時も今もその委員としてあるまじき利益の相反行為はありません。で、現在はご存じのようにその継続規定に従って後任が決まるまでの間、非常勤を継続しているところであります。水野健一君。山本大臣ね、これ少なくとも情報公開でいくらもらってたかぐらいは政府として公開させるように求めたらいかがですか。山本一太科学技術担当大臣。尾本委員については先ほど申し上げたような状況で、継続規定ということで、今委員にとどまって、いただいております。しかしもう率直に申し上げますと、水野委員の考えといいますか、原子力行政に対する、信頼が低下して今はですね、その賛否両論の幅広い議論が起こっていると、こういう中で水野議員の思いといいますか、その問題意識というものを私も共有している部分はございますので、これは前回の委員会でも罷免したらどうかと、そういうようなご提案をされていましたが、それはもちろん今の7条の規定でご存じのとおり、相当のことがなければできませんし、そういう例には私は当たらないと思っていますが、ただそれは担当大臣として今のこの水野委員の問題意識、これについて自分で何ができるのかということはちょっと対応を考えてみたいとこう思っています。水野君。確かにですね、任期が切れるまでの間だったら今大臣がおっしゃられたように罷免はできなくはないんだけど難しいんですよ。ところが今任期切れてるんですよ。任期切れてれば後任を選べば、大臣が政府が後任を選べば自動的にあの方は失職するんですよ。後任選んだらいかがですか。はい、山本一太君。今水野委員が任期が切れてるっておっしゃったんですけども、これは継続規定で、任期は国会同時には出しませんけども、とどまっていただくということになっております。それで後任についてはですね、先ほど申し上げたとおり、今のこの見直し、さっき申し上げた改編廃止も含めた見直しをこれから進めるという中では、なかなかその国会同人事として、後任者を現段階で見つけるのはなかなか難しいということでございますが、先ほど申し上げたとおり、水野委員の問題意識というものを私も共有している部分がありますから、担当大臣としてこれについては何ができるかということを検討させていただきたいと思います。水野君。これは一番いい検討は、もう検討というよりも後任を選んで、選べば失職するんですから、それが一番いいと思ってますが、尾本さん、続いてお伺いしますけど、あれですか、今金額言えないという話ですけど、返金はしないんですか。尾本参考人。昨年も同様の件についてご意見を求められましたが、その意図はありません。はい、水野君。
これだけ問題になって、山本大臣も私と同じ思いを共有しているところもあるようですけど、大本さん、自分から辞めれば問題解決するんですよ。自分から辞めるつもりありませんか。大本参考人。現在は計測規定に従って委員を務めさせていただきまして、それを全うしたいと考えております。水野健一君。総理ね、これそもそもこれもう任期は3年で切れてるんですね。しかもこれだけ問題がある人がもう3年今数ヶ月に入ってるわけですよ。でさっきの山本大臣の答弁にもあったように、これすぐどうなるかが決まらない、秋の臨時国会を待つとか、さらに人選をするともっと4年とかになってしまうかもしれない。異常な状況ですよ総理。これ後任を早く選べばもうそれでこういう人はなくなるんですよ。後任を選んだらどうですか。はい、菅内閣官房長官。水野委員から前の国会でもこういう議論がされているものを私議事録で読まさせていただきました。職務上の義務違反、その他インタルに適しない飛行等は見られないとしてもですね、やはり国民感情からすればこれはなかなか理解を得られないだろうというふうに私どもも思っています。政府としてはですね、原子力委員会のあり方、先ほど山本委員長の話がありましたけれども、委員の見直し、こうしたものを検討していきたいと思います。はい、水野君。今問題になっているのはですね、要は本人じゃなくても例えば学者だったら研究室とかにいろんな原子力業界からお金もらってたとか、教え子のゼミの教え子の世話をしてたとかですね、電力会社が就職のですね、そういうことが問題になっている。この人は本人がお金を月推定100万もらっていた、それが原子力委員にふさわしいのか、総理の見解を最後にお伺いして私の質問を終わります。安倍内閣総理大臣。ただいま官房長官が答弁したようにですね、職務上の義務違反その他委員たるに適しない飛行とは認められないとしてもですね、国民の理解を得るのは難しいと、このように考えます。その中において原子力委員会のあり方や委員の見直しを検討していかなければならないと思います。はい、以上で水野健一君の質疑は終了いたしました。